はい、えー、こんにちはレトスの大野です個別指導の値上げまであと2日となりましたので、えー、ご連絡いたしますで本日ちょっとお伝えしたいのが勉強しても実力が上がらない、まあ、そういったお客さんに対してちょっとアドバイスをさせていただきます卓球、えー、試験であればほとんどの方が一発合格できるはずなんですね これっていうのは勉強ができる、できないっていうのは、まあ、ほとんど関係ないです。学歴も関係ありません。勉強の仕方を知ってるか知らないか、この違いなんですね。実際、弊社の受講者さんで中卒の飛び職の方がいました。その方はもう中卒なので、まあ、中学校もあまり勉強してなかったんですね。なので、分数計算とか報酬の計算、そういったものができなかったんですよ。で、結局最後までできませんでした。 でこれっていうのは私がもう解けなくてもいいですよってもう飛ばしてもらったんですね。なので分数計算とか報酬計算はもう勉強しなかったんです。だからこの部分は得点できてません。しかし結果は合格点プラス3点で合格したんですね。でこれっていうのは運じゃないんですよ。その他の部分、つまり報酬とか分数計算とかはもう解けなくていい部分は飛ばしてそれ以外の部分でしっかり得点できる勉強をしたからなんですね。 きちんと本試験で得点できる勉強を行っていけばほぼ合格できますもし一度以上落ちたことがあるという方は大幅にもう勉強法を変える必要があるんですねこれは教材を変えるのではなくてやり方を変えるって話なんですよで個別指導ではそのやり方というものをお伝えしてるんですねまた教材自体も市販の教材とか予備校の教材よりも具体例を入れたりして理解しやすくしておりますまたできるだけわかりやすい言葉を使っております もし今年絶対合格したいというのであれば一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。あなたの受講をお待ちしております。え個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでぜひそちらからご確認ください。ではえ問題に入りますえ。複数の筆の他の土地に囲まれて行動に通じない土地の所有者は行動に至るため その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ。答えは誤りですね。他の土地を自由に選んで通行することができる。この部分が誤りです。で、これ筆って読むんですけども、土地を数える単位が筆なんですね。 例えば消しゴムとかだったら1個2個って数えますよね。で土地については1筆2筆とか1筆2筆とかそういう風に数えます。で今回の問題は異尿地通行権の問題なんですね。異尿地っていうのは袋地を囲んでいる土地のことです。袋地っていうのは道路に接していない土地道路に接していない袋地があってその周りを囲んでいる土地のことを移入地って言います。 そして、袋地の所有者は、当然に、この囲んでいる周りの土地、異妙地を通行する権利があるんですね。これが異妙地通行権です。異妙地を通行する権利ということですね。で、袋地の所有者の通行方法。これは、異妙地に最も損害が少ない方法じゃないといけないんですね。つまり、今回の問題文は、その土地を囲んでいる他の土地、まあ、これが異妙地のことですね。これを自由に選んで通行することができる。これは誤りだということですね。 正しくは最も損害が少ない方法で通行しなければいけませんということですで、その他の基本事項を動画でまとめていますのでそちらご確認いただければと思いますこの右上にですね動画のお知らせ出しておきますまたこの動画の下の概要欄にも URL 貼っておきますで、この動画以前にちょっと作成したものなんで3連休って言葉入っているんですけどもこれ気にしないでください、まあ、その当時3連休だったって話なので気にしないでいただければと思いますで、問い2ですね 宅建業者 A は自ら売り主として3000万円の土地付き建物。これは未完成です。これを宅建業者 B と売買契約を締結した。債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円。それとは別に違約金として500万円と特約した場合、本特約は損害賠償額の予定額と違約金を合わせて600万円となる丸か×かという問題です。で、答えは で、すねで。これ、丸と答えた方は、これ、日頃の勉強の仕方、気をつけた方がいいです。実力があるから合格できるわけではないんですね。合格するためには、実力だけでは不十分なんですよ。勉強の仕方っていうのが重要なんですね。と言っても、勉強の仕方を気にしてない方が多いんですね。あなたはどうでしょうか勉強の仕方気にしてますでしょうか で、これなんで罰なのかというと、まあ、今回の問題は損害賠償額の予定等の制限なので、まあ、ハッシュ規制の内容ですよね。で、これっていうのは、宅建業者間では適用されないんですよ。で、問題文見ると、売り主は宅建業者で、これ買い主も宅建業者なんですよね。したがって、ハッシュ規制、これ適用されません。したがって、まあ、どんな特約をしても基本的には大丈夫なんですね。だから、今回のような損害賠償額の予定額を500万。 薬金を500万とした特約。これも有効です。だからこの2つ足して1000万円ですよね。これも有効だということになります。よって誤りだということですね。で、まあ多くの方が、あ、ちょっと問題文読み違いをしたぐらいで済ませるんですよ。で、これ済ませていると、おそらく本試験も同じように、問題文の読み違いで、えー、もう2、3点とか、多い方だったら5点ぐらいですね。ボンミスで失点しちゃいます。これだともういつまで経っても、あの、合格できないので、 だからこそ勉強の、日頃の勉強の仕方が重要なんですね。だから個別指導の受講さんには何度も何度もおそらくこれからお伝えしていくと思います。だいたいですね、わからない部分あってご質問いただくと問題文ちゃんと読めていないとか、そういった場合って非常に多いんですよ。なんでその都度ですね、ちゃんと問題文を読む、その読み方ってこうでしたよねって確認をしてですね、問題の読み方、これを徹底していっております。 なので、独学の方も自分自身でどうやって問題を読むのか、どうやって問題文を理解をしていくのか、これをですね、常日頃から意識して勉強をしてみてください。で、やり方がわからないという方は、ぜひですね、個別視をご検討いただければと思います。で、問いさんです。都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し、同意を得る必要はない、丸か×かという問題です。答えは ② ですね。都道府県が都市計画を決定しようとするとき、その都市計画が国の利害に重大な関係がある都市計画のときは、あらかじめ国土交通大臣に協議して同意を得る必要があるんですね。つまり、必ずしも大臣と協議して同意を得る必要はないってことなんですよ。これどういうことかって言ったら、大臣と協議して同意が必要なのは、国の利害に重大な関係がある場合のみなんですね。 つまり、重大な関係がないのであれば、この協議とか同意は不要だって話なんです。よって、今回の問題は正しいということですね。都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し、同意を得る必要はないっていうのは正しいですよね。この点は細かいんですけれども、ポイントですえ。ほとんどの方が覚えられていない都市計画区域の指定と都市計画の決定、この手続きの違いは必ず頭に入れておきましょう。 個別指導では動画で違いを解説しています。で、異通行券については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。また、個別指導の値上げまであと2日となりました。個別指導の内容については、こちらの動画をご確認いただければと思います。お申し込みページは、こちらの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今からであれば、今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して、今年の合格、目指しましょう。